カバって大きいよね。だいたい3メートルから5メートルぐらいある。重さは1トンから 4.5 トン。すごいよね。大きい体だから、陸の上で過ごすよりも、水の中で過ごす方が楽に動ける。だからほとんどの時間を水の中で過ごしているよ。交尾も子供を産むのもおっぱいを飲むのも水の中。ところでカバの牙ってどれくらい大きいんだろう。カバの口の横幅は50センチくらい。で、牙の長さはだいたい40センチから50センチくらい。動物園では伸びすぎた牙はノコギリで切っているんだって。今日のまとめ。カバの牙は50センチくらい。動物園では伸びすぎた牙をノコギリで切っているよ。今日も見てくれてありがとう。またねー。